陸上短距離のトップアスリートがプロ野球の世界に転向した時足のスペシャリストで活躍してると思いますかまた武井さんがもしプロ野球選手だったらどれぐらい盗塁できると思いますかだって俺は盗塁も得意なんでね、陸上選手がそのまんまだと牽制さされちゃうと思うし、スタート切れないと思いますけど、陸上選手がじゃあ盗塁をするためには、のん制にさされてはいけないんだ。じゃあどういうリードを取ればいいのか、けん制が来た時もしくは逆突かれた時にどう戻れるのか。 みたいなことをきちんと学ばせれば、多分盗塁に特化してこれを学んどいてくれ。ピッチャーが牽制してくるかもしれない状態で27.431メートル先の二塁ベースに早くたどり着くためにはリードをどれぐらいにしたらいいのか、で、逆使って取れるためにこのリードなのか、もしくは逆使って 疲れても確実に戻れる場所で待っといて、スピード重視なのか、スタート重視なのか、そのやっぱり決め事を自分の中で決めて練習させると、陸上選手のトップアスリートは多分学びが早いんで、ゼロスタート、体重を傾けたよーい、ーンっていうスタートで加速しての空自技術しかないから、重心を動かさない、ここからこっちにも反応できて、こっちにもいけるっていう状態から、ドンってスタートする、早いスタートを多分身につけ始めると思うんで。 俺はそれを研究してあの、基本的には絶対に戻れる場所にいるようにしてて、絶対にどんなに逆疲れて、一歩行ってもすぐ、ある一歩行ってもこっち手ですぐ戻れるような場所でリード。だから俺はあの一歩と半分なんだけどほ、ほぼそこにファーストベースマンいるような感じで、そこでガンってスタート切ると、ガンとけん制が合わさるとやられちゃうから、 ガンはやらないようにしてる。もう、こっちにいて、ピッチャーがセットに入ったら、少しずつずらして待っといて、牽制来たら戻るっていう。で、少しずつずらして待っといて、投げると思ったら行くっていう。こうすると、陸上選手が得意な体重を進行方向に傾けたようっていう、こういうポジションを作りやすいから。でも、ここで待ってて、こっちかな、こっちかなと思ってて、 っていくと体重残んないまま足使っちゃうから最初の一歩遅くなっちゃうし頭下がっちゃうしっていうのが始まっちゃうんで同類できないから俺は動きながら待ってますで戻れるところもう結構同類できると思うけどね50はいけると思うけどな、まあ、でもいくつヒットを打つかが大事でしょいくつ類出るかが大事でしょ同類だけの技術だったらそんなにおかしくやられないと思うけどなやっぱ走りやすいピッチャーキャッチャーもいるだろうし黒の中でもね あとはバッティングし、バッティング技術次第じゃないですか。何投んでできるかどうかは、投入の技術だけじゃないん、ね、で、バッティングの技術、ヒットの本数、四死球の個数によると思います。なので、わかんないです。でも、あの、草野球で、俺年間、何投類だったっけな年間ね、数百投類したことあるんですよ。でも草野球とプロ全然レベル違うから。草野球だったら俺マジで、あの、1年間一度もアウトにならな,なかった年もあるぐらいで、はい。 数百通りして、してました、毎年。そんなぐらいです。はい。足も早いですし。百獣の王国いそうのけいちょんチャンネル始まるよ